モブに変身して逃走中。今回メンバー多いです。ということで今回は皆さんに逃走中で遊んでもらいます。今回なんですけど、画面右側、こちらのプレイヤーはマリサさん。そして左側はレジギガスが担当します。ゆっくり霊夢のスキンでレジギガスってすごい違和感だな。細かいことは気にするな。うっぱすっげー違和感。主さんはいつも通りのスキンですね。さて今回は逃走中ということで、ハンターは通常通りなのですが、今回、逃走者には特殊能力が与えられます。それが、モブに変身できる能力。この周りには豚や羊といった動物たちがたくさんいるので、その動物たちに変身して、うまくハンターの目をくらまそうというわけです。動物に変身している逃走者を、ハンターはうまく見分けないといけないわけか。これいかに動物の動きを真似できるかがバレない鍵になりそうだね。ということで、まずは主さんがハンター担当よろしくお願いします。オッケー任せとけ。マリサとレジギガスなら簡単に終わっちゃいそうだな。セブンは地獄を見ることになるだろう。同感だマリサ。それでは早速始めましょうか。今回の制限時間は10分。最初の30秒間は、逃走者が逃げる時間として与えられます。よっしゃ逃げまくれ逃走者ども、絶対逃げ切ってやる。我がそう簡単に捕まると思うなよ。ということで30秒経過しました。主さんハンター起動してください。セブン、ただいまからマリサとレジギガスを粉砕しに行きます。果たして主さん、制限時間内にマリサさんとレジギガスをきっとらえ、有言実行できるのでしょうか。今自分の姿のままいるわけがないから、すでに何かの動物に変身してるな。問題はそれが誰かなんだよな。ということでこちらマリサさん視点です。僕は各視点を見ながらレポートを入れていく役目です。マリサさんは、鶏に変身しているようですね。全く見つかる気がしないわ。今回のフィールドは羊が多いからな。奴は単純だから、羊に変身してるに違いないと鷹をくくっているだろう。マリサは単純な野郎だからな。あいつは絶対羊に変身してるんだよ。ですが実際に変身しているのはレジギガスなんですね。ウッパもうこっちに目星つけたのかよ。これはうまく羊の動きに合わせないとやばいな。さあここでレジギガスの羊ムーブの技術が試されます。そんなことやったことないんだけどな。っていうか今セブン弓構えてないか。いや絶対この羊のどれかに変身してるんだけどな。あのそっぽ向いてる羊すんごい怪しいんだよな。偽物はお前だろ。残念本物でした。ごめんよ羊ちゃんたち。ウッパセブン羊を射抜き始めたぞ。まさかここらの羊全員弓で射抜くんじゃないだろうな。やっぱり羊に変身してると呼んでるみたいだな。レジギガスが怯える中マリサさんは余裕の佇まいです。ちょっと振り向いたら私の居場所わかるのにな。やっぱりセブンは単純明快なゆっくりだったようだな。それでペル君、レジギガスはあの辺にいるの？レジギガスは羊に変身してて、絶賛主さんに見つかりそうです。あ、そうなの。まあしばらく私に矛先を向けられることはないだろうな。高みの見物をしておこう。全然わかんねえ。今見えてる動物全員を疑ってるよ。確かに、この中にいる羊ちゃんたちを倒しまくれば、いずれ誰か偽物にヒットするのは当然だろう。だがそんなことしてまで私は勝ちたいとは思わない。さっき見事に羊射抜いてましたけどね。奴ら二人はこの辺にはいないのかな。やっぱり森の中の方が隠れやすいよな。お、セブン探す場所を変えたようだな。この羊の群れに隠れるのやっぱり強いな。レジギガスはうまく主さんの目を逃れたようですね。セブンがここを諦めたということは、しばらくここのポジションには全然来ないんじゃないか？せいぜい無駄に私らを探すがよい。むっこ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 。絶対羊に変身してると思うんだけどな。っていうか羊以外に変身する動物とかおるか？この羊じゃないな。ちょっかいかければ、羊っぽい動きをするかしないかわかりやすそうだけどな。は誰か変身してそうだな、これ。さあこの中に誰か偽物がいるのでしょうか？ウッパーいかにも誰か隠れてそうな場所発見しちゃった。っていうか何げこの羊がすごい怪しいんだけど。いやーこの動きは羊だな。いや羊だよね。これが演技だったらアカデミー賞取ってもいいぐらいだよ。やっぱり本当に誰が偽物なのかわかんねえよ。っていうかそもそもこんな場所にいるのか。あれセブンどこを探してるんだ。ここから見えなくなったぞ。おーおー頑張ってる頑張ってる。いやーでもそこには私はいないんだよな。ちょっと顔上げれば私と目が合うのにな。マリサさんは相変わらず高みの見物を続けているようです。ということで残り6分になりました。この調子なら1回も見つからずに終わりそうだな。いやーこの動きも本物だな。今までちょっかいかけた中で偽物がいたら嫌だな。ねえペル君2人がどこにいるか教えてくれない？何を言っているんですか。さあ主さん残り5分を切ろうとしていますよ。やばいやばいやばい。いやーやっぱこの辺怪しいんだよな。やばい。うわーすごい近くにいる主さんが。ここで下手に脱出したら完全に気づかれるからな。ここは平然と羊を演じ切るんだ。今のところ大丈夫そうなレジギガス。変な動きをしたら確実に終わるのい。ちょっと待てこっち来たぞ。誰かいそうだけどな。
この挟まれてる鶏なんか怪しくないか？危ねえ。で、当たり次第攻撃されてたらバレてたかもしれないわ。今のうちにセブンの視界から外れたいところだが。史上最大の危機にさらされたレジギガスでしたが、なんとか難を逃れたようです。よし、今度こそ大丈夫だろう。一方マリサさんの方は？こりゃ誰も捕まらずに終わるな。やはり高みの見物をしていたようです。ということで残り2分を切りました。やばいやばいやばい。いやこんなに難しいとは思わなかったわ。えっちゃんとこのワールドにいるよね。私に秘密でワールドから退出してないよね。大丈夫ですみんなこのワールドにいます。全然わかんねえって。またそれなりの距離まで来たけど、まさかこんなところにいるとは思ってないだろうな。おっと向いてる方向はそれなりにいい感じだぞ。絶対あいつだー。やばい油断した完全にバレたわ。この HP だとまずい。エンドラモード展開。エンドラに変身して一気に遠くまで逃げる。ドワー。あれなんか知らないけどマリサは自爆したわ。まあ何はともあれここでようやく一人確保だ。確保したのかどうかは微妙なところだけどな。さあ残り1分を切っています主さん。ここからレジギガス確保か。いや本当にレジギガスはどこにいるのかわかんないぞ。ここのポジション強すぎないか。序盤と中盤2度にわたってここを調べても我を見つけることはできなかったからな。これは確実に逃げ切ったと言っていいんじゃないか。レジギガスの思惑通りそのまま逃げ切り逃走者側の勝利となりました。うわー、いや本当にレジギガスの場所はわからなかったな。レジギガスどこにいたんだ。のっほ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 、こちらに来たまえセブンハンターよ。我が隠れていた場所はな。え、ちょっと待って、ここ何回か来てたよ。そうだと思う。我の目の前を通ってた時もあったんだぞ。うそー、これはまんまとやられましたね主さん。皆さんおはようございます。羊のセブンでございます。ということで、モブに変身する逃走中第2回戦です。今回は、レジギガスがハンター役となっています。早速この羊が怪しいのだが、微動だにしないな。この羊は本物と見た。さっき我の隠れた場所が強いと見て、あの二人が同じ戦法を取ってるかもしれないな。決着はここでつくと未来予知をした。あなた未来予知覚えないでしょうよ。さあ出てくるんだセブンとマリサ。貴様らを捕らえて喫茶鬼神殿に封印してやるからな。もどけー。皆さんどうもニワトリセブンでございます。今回はニワトリの群れに紛れます。ニワトリの方が案外バレなさそうだしな。あれもしかしてこのニワトリ、オッセブンもニワトリに変身しているようだな。向こうはエフェクトオフにしてるから確証を得てないのか。これでわかるだろう。このニワトリ絶対マリサじゃん。これレジギガスはここで二人固まってるなんて思っても見てないだろうね。万が一どっちかがバレてももう一方は逃げ切れそうだもんな。まあバレるとなったらマリサの方だけど。バレるならマリサさんの方だと主さんが言っていましたよ。いや絶対セブンの方だろ。私はさっきの逃走中で大腿骨掴んだからな。でも油断して最終的に自爆しましたよね。そこの部分はカットでお願い。いないなー。セブンがハンターやってた時はそんなにバレないかと思ってたが、これは実際やるとその難しさがわかるな。レジギガスは主さんと同じく山岳地帯から攻めています。そもそも我の予想は合っているのか。羊に変身しているのもこの山岳地帯にいるというのも全て間違っているかもしれないぞ。ハンターになると疑心暗鬼になるようです。うっわやばい来たぞハンター。焦らずニワトリを演じ切るんだ。私はニワトリ、私はニワトリ。やばいってニワトリ調べてるって。羊に変身するのはメジャーすぎるな。ここはニワトリが多いし、もしかしたらあるかもしれないな。なんならこのニワトリが変身した誰かか試してみる価値はあるな。あ、こえーアップねえよ本当に。むやみやたら眉間で切りかかるのは良くないよな。やべえ、せえ。本当に心臓に悪いわ。いや見つからないな。本当に今まで調べた動物の中にいたりしそうなんだよな。ニワトリモードのスルースキル強いな。シフトで歩いたら完全にニワトリだもんなこれ。主さんが卵を産みました。これハンターの前で卵を産めたら完璧幻惑できるでしょ。セブンも捕まってないみたいだな。やはりニワトリに変身するのが一番いいかもしれないな。マリサさんはもう今後もニワトリで攻める感じですかね。そうだね、これはメインに入ってくるな。じゃあこれからニワトリとして生きるということで。いやそういうわけではレジギガス向こうの方に行ったな。これは大丈夫そうだな。今度は大丈夫じゃないかも。あやはり偽物だったか。ちょっと動きが不審だったからな。レジギガス残り2分で主さんを捕らえました。あとはマリサさんです。マリサと私だ。やはり捕まったのはセブンだったか。だがセブンもニワトリに変身してたからな。これレジギガスニワトリに狙い絞っている可能性あるか。その後レジギガスとにかく走り回ってマリサさんを探すも、大
イムアップで発見できず、これまた逃走者側の勝利。ということで、モブに変身できる逃走中、いかがでしたか？今回、マリサが担当したプレイヤーのゲテイさん、そしてレジギガスが担当したユサさんの方でも動画化されているので、そちらの方の動画もぜひ見てみてね。また違った役割で逃走中が行われているようですからね。この逃走中普通に面白かったな。またやってほしい、という人は高評価よろしくね。そしたらまたマリサが出てくるかもしれないから。なんで私逃走中専用要員みたいになってるの？